動物園のアムールヒョウ。アムールヒョウは、ネコ科ヒョウ属ヒョウの一亜種で、極東ロシア沿海地方南部などに生息する、最北の地に生きるヒョウの一種である。朝鮮半島、中国東北部、ロシア沿海地方に自然分布していたが、環境破壊や毛皮目的の狩猟で激減。2010年代2020年代初頭においては、ロシア沿海地方南部及び隣接する、中国吉林省の森林に生息しているだけで、絶滅が危惧されている。国際自然保護連合レッドリストでは、ごく近い将来に、絶滅の危険性が極めて高い絶滅危惧愛類に位置づけられている。ロシアにおける生息域は、ウラジオストク西方の中ロ国境地帯で2012年に設定された、ヒョウの里国立公園である。自動撮影カメラの記録から、個体数は約100頭程度に回復したと推定されている。交通事故で死亡する個体もあり、公園内を通る道路のトンネル化が進められている。韓国では1962年に、慶尚南道広川郡で捕獲され、1975年に動物園で死亡した1頭を最後に生息が確認されていない。自然分布のほか、世界各地の動物園に約250頭が飼育されている。動物園の飼育個体に狩りを覚えさせて、ウラジオストク東方の1970年代までの生息エリアに野生で再導入する構想もある。世界自然保護基金の2013年の調査結果では、野生のアムールヒョウは48の50頭と推測される。少なくとも43から45頭の成獣と4から5頭の幼獣が生息していることが確認され、2007年の調査では27から34頭であったことと比べると 1.5 倍に増加しており、回復の兆しを見せている。2020年時点では100頭程度と推計されている。前述、分布項も参照。アムールヒョウ日本では1991年に旭山動物園においてアムールヒョウのビッグが日本初の自然繁殖に成功した。また、日本の動物園にいるアムールヒョウはビッグの血縁である ABCDEFGHI 世界最前線フロントラインアムールヒョウ絶やさない森林保全密猟防止1時30分等100頭に動物園から野生挑戦へ北海道新聞2020年5月23日動画あり中国で撮影に成功シベリアトラとアムールヒョウの親子極東ロシアの森林保全 WWF ジャパン2020年5月24日、閲覧アムールヒョウについて、神戸市立王子動物園2020年5月24日、閲覧、コラム絶滅危惧種韓国ヒョウの復元、文化、ハンギョレ。ハンギョレ新聞。2017年9月28日閲覧。日本の動物作家、遠藤氏、韓国最後のヒョウを追跡。中央日報。2017年9月28日閲覧、絶滅寸前のアムールヒョウに回復の兆し WWF ジャパン、2013年4月13日、AB、シベリアヒョウの誕生、モユクカムイ第25号、旭川市旭山動物園公式ホームページ、2013年5月13日5時10分時点のオリジナルよりアーカイブ、2013年5月13日閲覧、ありがとうございます。